ご覧の皆さんこんにちは。ユーストリーム視聴者皆さん、こんにちは。市政50周年を迎えました福岡県北九州市北九州市立総合体育館より国際車椅子バスケットボール大会をお送りしています。市政50周年を記念하여福岡県北九州市北九州市立종합체육관에서국제휠체어농구대회를보내드리고있습니다。この番組はライブメディア協議会北九州市立大学地域創生学群の協力で動画ジャパンのライブシェルプロを使ってお送りしています。이프로그램은라이브미디어협의회北九州市立대학지역학생들의협력으로보내드리고있으며動画ジャパンライブシェルプロを사용하여보내드리고있습니다。この時間は国際大会3位決定戦ということで日本対韓国の試合をお送りしていきます。この時間の解説は元日本代表男子車椅子バスケットボールチームヘッドコーチ、そして関東ブロック先発ヘッドコーチでいらっしゃいます小滝治さんです。よろしくお願いします。そして実況は私有田久子と小澤健二さんでお送りしていきます。そして通訳、韓国語通訳にイ・ウンジンさんを迎えております。そして実況サポートには若松中学校の教諭をされています北村あさみさんにお願いしています。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてここからですね、早速日本対韓国の様子をお送りしていくんですが、その前にですね小滝さん、はい、なんと全日本ブロック関東が優勝したということ で、ね、おめでとうございます、はい、います試合の方いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ今までその東海北陸がまあ連覇をしていたということで、まあなんか9連覇というところがあったみたいで、まあそれをなんとか阻止しようというところで、まあ全国的にも盛り上げようというところで、まあ、あの関東ではまあ今までその強化練習というのはしていなかったんですが、今回はもう5回ほど毎月のようにしてきまして、そうですか、はい、であのチームを作り上げてきました、はい、素晴らしいですね。そうやって頑張って努力してきた結果が、まあね、優勝につながったということです、ね、でこれがまあ全国にあの波及してくれればいいなというふうには思っています。でこれから連覇を狙っていくということですね、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。さあ今日はですね解説で入っていただくんですけれども、はい、この解説、まあ、この日本対韓国の試合になるんですが、解説を交えながら今日はですねいろんなアングルであのカメラを使って撮っているんですけれども、はいはい、こちらですね毘沙門塾塾長でいらっしゃいます西村さんに今日はですねグライドカムを使っていろんな角度から撮っていただいてます。今ちょうど実況席をですね、はい、撮っていただいてるんですけれども、私たちも映ってますね。こんな感じでちょっとですね不思議な感じに見えると思うんですが、はい、ここからこの塾長が今観客席をずらりと撮っていただいております。この車椅子バスケットボール大会はですねボランティアの方が1日なんと500人の方が関わっていらっしゃっていて、そして初日観客席の方には6713人、2日目は3756人と、まあ、今日までですね合わせて1000
469人の方たちがお越しいただいて皆さんで楽しんでいるということですので、はい、今日はもうこれから3位決定戦、そして最後は決勝戦と一緒に盛り上がっていきたいと思います。いい試合が続いてますね。はい、はい、そうなんですよ。もうこれからドキドキワクワクしております。それでは早速ですね、この日本対韓国の試合をお届けしていきたいと思いますが、まずはですねスターティングメンバーをご紹介いたします。まずは日本、4番新井慎吾選手、7番、藤井慎吾ですね、あ失礼しました、藤井慎吾選手、そして7番の香西宏明選手、11番の豊島晃選手、12番の千脇貢ぐ選手、そして15番の藤本怜央選手となっています。そして対する韓国のスターティングメンバーは4番のキム・ホヨン選手、10番のオ・ドンスク選手、12番のチョ・スンヒョン選手、13番のペク・サンハ選手、そして14番のキム・ジナム選手となっています。さあ早速試合が始まっていますが、小滝さん、見どころはどんなところにあると思いますか？そうですね、来年、ソウルで世界選手権になります。で来週からそのアジア予選が始まります、はい、でその前哨戦として多分お互いまあ、手の内を探るというような試合になると思います、はい、さあ早速日本対韓国の試合がスタートしています。日本チーム4番藤井選手、1回目のファールです。日本4番藤井選手、첫번째ファウル입니다。オドンスク打ってきた、香西から一旦藤井、藤本から逆サイド、香西のシュート外れました。韓国チーム10番オ・ドンスク選手、1回目のファウルです。韓国10番オ・ドンソク選手、첫번째ファウル입니다。フリースローを決めて背面に主導権握っていきたいですね。そうですね、まあ、決めてくれるでしょう。はい、講座1本目決まった。決まりました。決まりました。日本チーム7番香西選手、フリースローを2本決めました。日本7番香西選手、자유투2득점하였습니다。さあキムホヨン中に抜けシュート決まりました。韓国チーム13番ペクサンハ選手、2点シュートが決まりました。한국13번백상화선수2득점하였습니다。자그리고또어떤슛도브로크부지모도내려댔다오케이日本チーム15番藤本選手、スリーポイントシュートが決まりました。日本15番藤本選手、3점슛들어갔습니다。さあ香西、今度はどうする、中に入ってきた、惜しい、ちょっとパスが遅かったですね。はい、藤井のシュート惜しくも決まらず。リバウンド日本、さあここから速攻ですね。はい、香西左に展開、
さあいった右に振って藤本を狙ってきた。得意のシュートポイントですね。2点シュートが決まり、はい、現在5得点目です。いいシュートタッチでしたね。日本チーム選手2点シュートを合わせ5得点チームだ。キム・ジナムから中に入れてきたキム・ホヨン。韓国チーム4番キム・ホヨン選手の2点シュートが決まりました。韓国4番キム・ホヨン選手2得点を合わせました。香西から藤井、一旦香西に戻す、スリー狙ってきた。韓国の外国のシュートのチェックが甘いんで、はい、まあ、楽に打っててますね。そうですね、はいはい、逆にあの日本はそのシュートのチェックがすごく厳しくしてますね、リバウンドもよく取れてますよね。そうですね、ボックスアウトよくしてますね。さあ香西どうする。韓国チーム3秒オーバータイムで日本チームのスローインに変わります。さあメンバー変えてきますね。選手の交代です。早いメンバーチェンジですね。はい、ここで6番の石川選手、そして5番の多分速さを期待してますね、はいはい、5番の永田選手も入りました。永田選手、そこが期待できますね。たまにカットした。韓国チーム4番キム・ホヨン選手に1回目のファールがありました。韓国4番キム・ホヨン選手첫번째ファウル입니다。この野沢選手もスピードある選手です、はい、はい、ここで野沢を入れてきましたね。選手の交代です。日本チーム6番石川選手に変わりまして、10番野沢選手が入ります。ローポインターとしてはこの2人今変わった、石川選手、はい、石川ですね、この選手は世界でもトップクラスのスピードを持っていると思います、はい、ロングパス、おっとこれは通らないが、しかし転倒、ホイッスルが鳴っています。日本チーム10番野沢選手、日本チーム10番野沢選手1回目のファウルです。日本10番野沢選手첫번째ファウル입니다。キムジナムからチョスンヒョン、中へのパスは通りません。日本チームのスローインです。まあ、日本チームはシュートに関してしっかりジャンプアップしてますね、はい、すごいプレッシャーかけてると思います、さあ韓国も激しい当たり、永田から千脇、これ惜しい、韓国の速攻、ゴール下から悠々決めました。韓国チーム10番オ・ドンスク選手の2点シュートが決まりました。韓国10番オ・ドンスク選手2得点を入れました。あっとここもボールを奪われて、キム・ホヨン、韓国チーム4番キム・ホヨン選手2点シュートを決め、現在4得点目です。한국4번김호영선수2점슛으로4득점째입니다。
ご覧の皆さん、そして JR 小倉駅ジャムビジョンをご覧の皆さん、こんにちは。ユースリメイ視聴者여러분、그리고小倉 JR 小倉역ジャムビジョン의시청자여러분、안녕하세요。市政50周年を迎えました福岡県北九州市北九州市立総合体育館より国際車椅子バスケットボールボール大会3位決定戦韓国対日本の様子をお送りします。市政50周年を記念하여福岡県北九州市北九州市立종합체육館에서국제휠체어농구대회3차의결정전을보내드리고있습니다。この番組はライブメディア協議会北九州市立大学地域創生学群の協力で動画ジャパンのライブシェルプロを使ってお送りします。이프로그램은라이브미디어협의회北九州市立대학지역학생들의협력으로動画ジャパンライブシェルプロを사용하여보내드리고있습니다。さあ、ただいま3位決定戦日本対韓国の試合第1ピリオド4分を残したところになっています。はい、さあ現在日本が7点韓国が8点という1点リードを許した形になっています。永田ゴールした、あっとこれはもったいなかった、ちょっと慌てましたね。はい、野田選手が空いてましたね。日本チーム5番永田選手1回目のファウルです。日本5番永田選手첫번째ファウルです。小竹さん、最初 のタイムアウトで指示があったのはやっぱり守備をしっかりしようというところがあったんでしょうかね。ただあのメンバーチェンジがちょっと急だったものですから、ちょっと連携にミスがあって、でこういった点差になっていると思うんですが、それを今修正したんだと思います。キム・ジナも狙ってきた、リバウンド、これも韓国。キム・ホヨン、これスローだ。日本チーム10番野澤選手のファールです。日本チーム10番野澤選手2回目のファールです。日本10番野澤選手2番째ファールです。キム・ホヨンからオドンスク、まあ、いいシュートチェックしてますね。中野永田、これは決めた。日本チーム5番永田選手2点シュートが決まりました。日本5番永田選手2得점하였습니다。ジョソンヒョン外から打ってきた。日本速攻チャンスですね。はい、香西から千秋パス通った。ナイスパスです。あ、惜しい、惜しい、ナイスリバウンドですね。はい、藤本ワンハンド。日本チーム15番藤本選手2点シュートを決め現在7得点目です。日本15番藤本選手2점슛으로7득점째입니다。チーム10番野澤選手3回目のファウルです。あ、3つ目ですか。はい、早いですね、ちょっと。そうですね。前のカナダ戦では出てないんですね、この選手が。まあ慣れてないんですね、はい、雰囲気に。はい、フリースローはキム・ホヨン。でも流れは日本に来ていると思います。はい、はい、リバウンド韓国取って、韓国チーム得点が9点になりました。韓国チーム12番チョ・スンヒョン選手2点シュートを決めました。韓国12番チョ・スンヒョン選手2点シュートを決めました。
韓国チーム12番ホンスヒョン選手、はい、1回目のファウルです。韓国12番ジョスヒョン選手、첫번째ファウル입니다。この千秋選手はあの 2.5 なんですが、はい、ポイントとしては、はい、その 2.5 の割にはすごく高い選手で、その高い選手で、はい、もう貴重な存在だと思いますね。はい、1本目外れました。フリースローちょっともったいなかったですね。そうですね。日本チーム選手の交代です。さあ、ここでメンバーまた変えてきましたね。スタートからガラッと変えてきました。そうですね、14番の中澤選手入ってきました。はい、9番大田チーム入りましたね。8番の佐藤選手も入りましたね。さあ現在11対11、同点となっています。さあキム・ホヨン、どうする、パスを出す、ナイスですね。はい、これをよく防ぎました。おそらくこの第1クォーターの時間も残り少ないですので、まあ、いろんな選手を試したいという目録があると思いますね。はい、韓国チーム4番キム・ホヨン選手のファールです。韓国チーム4番キム・ホヨン選手、2回目のファールです。韓国4番キム・ホヨン選手、2番째ファウル입니다。右に振った石川のシュート欲しい、リバウンドを取った、ナイスリバウンドです。はい、さあこれジャンプボールシチュエーションになりましたか。かなり激しい競り合いでしたね。韓国チームは勝利に変わります。さあ韓国ボールを持ってるチョスンヒョン、この選手が今回 のエースですね。はい、はい、オドンスクシュート決まりました。韓国チーム10番オドンスク選手、2点シュートを決め、現在4得点目です。韓国10番オドンスク選手、2점슛으로4득점제입니다。9番大立ち佐藤、左香西、遠目から惜しいですね。さあ残り11秒というところで止まりました。ナイスですね。はい、韓国チーム12番韓国チーム12番チョン・スンヒョン選手、2回目のファウルです。中国12番ジョスヒョン選手、2番째ファウル입니다。ここでしっかり2ポイント欲しいですね。はい、残り10秒、あー惜しい。第1クォーターを終了し、これ2分のインターバルです。第1クォーターが終了しました。日本が11点に対し韓国が13点、少しながら韓国がリードしているといった状態ですね。どうでしたか。そうですね、やっぱりボールを、まあ、香西が、中心に、運んでですね、ゲームをコントロールしているんですが、もうちょっとパスワークが欲しいですね。そういったリズムで
まあ、シュートはもうパスワークのリズムでシュートが良くなりますので、まあ、そういったことはこれからの課題ですね、そうですね、はい、あと速攻の時の最後のシュートがそうですね、ですね、はい、もったいない感じですね、多分これもやっぱりパスが遅いんですね、でこれを早く展開すればもっとリズムよくシュートができるようになると思います、はい、先ほどの、ね、カナダとの試合の最後の方はすごいパス回しも速くって、うん、ですね、すごい気持ちがいいパスがいっぱい通ってたので、そういったパスが見れるとまた得点につながっていきますね、はい、まあ、今日本はディフェンスがいいですので、まあ、第2クォーターはまだリズムに乗れると思います、はい、ということでここでクワッドコプターの映像 VTR を皆さんにはご覧いただきます。今日はヘリコプターカメラを使っていろんな角度から映像を皆さんにはご覧いただいております。北九州市立総合体育館の周りの風景ですね。小滝さんは北九州は何度かお越しになっていらっしゃいますか？そうですね、おそらく10年ぶりぐらいです。あ、本当ですか、はい、北九州の印象とは。そうですね、前もすごくブロック大会の時代でしたが、もうすごくいい大会で、ブロックの要は日本選手権に出れないチームもここを目標にして選手も頑張ってますので、はい、すごくいい大会です、はい、さあ、第1クォーターがスタートしました。2点シュートを決め現在4得点目です。1番7番クザイ選手2점슛으로4득점制입니다。第2ピリオド初っ端クザイいいシュート見ましたね。これで同点になりましたね、はい。韓国もしかしマジックエジットを決めてきました。オドンスク選手2点シュートが決まりました。オドンスク、韓国チーム10番オドンスク選手2点シュートを決め現在6得点目です。韓国10番オドンソク選手2점슛으로6득점制입니다。香西切り込んでナイス。日本チーム7番香西選手2点シュートを決め現在6得点目です。日本7番香西選手2점슛으로6득점制입니다。香西乗ってくるとやっぱりいいですね、日本は。そうですね。さあ、この後のディフェンス、チョ・スンヒョン、さあどうする、一旦中央のキム・ホヨンから左サイドホイッスル、韓国チームガッと変えますね、はい、日本チームの勝因に変わります。日本チーム選手の交代です。メンバーが ガラリと変わってきましたね。変えてきましたね。藤本選手、安選手、はい、それから藤井ですね、そして野沢も入りました。いや、個人的にヤス選手のプレーが非常に楽しみなんですけど、そうですね、前にイタリアでプレーしてますね。はい、で、まあ、日本に戻ってきて、ヘッドコーチの及川のチームにいるんですが、はい、フォワードです。はい、はい、セントリアですね。そうですね、はい、車椅子バスケットを日本に広めたその貢献者の一人と、そうですね、言われていますけれども、もう及川ヘッドコーチも、まあ、安選手も、もともと同じチームにいた選手、安選手の1回目のファウルです。で、千葉のチームなんですが、千葉チームからは安とか及川とか、あとは香西ですね、はい、その他にも2人ぐらいですね、全日本の選手が全て海外の方に行ってる選手ですね、はい、素晴らしい成長を遂げてる選手たちばかりですね。そうですね。韓国キム・ジナムのスローイン、フリースロー決まりました。2本目、韓国チーム14番キム・ジナム選手フリースローを2本決めました。韓国14番キム・ジナム選手자유투로1득점하였습니다。韓国チームのスローインです。スニヒョンからキムホヨン、左オドンスク、韓国 のパスワーク展開が早いですね。はい、そうですね。日本4番藤井選手のファウルです。
日本チーム4番藤井選手2回目のファールです。この時間やや韓国の時間帯というか、そうですね、すごくリズムがいいですね。はい、このフリースローも決めました、キム・ホヨン。韓国チーム4番キム・ホヨン選手フリースローを決め、現在8得点目です。プレスに来てますね。はい、14番キム・ホヨン選手자유투들어가서지금逆にここはチャンスです。はい、そうですね、中入れてみます。千葉木決めました。日本チーム12番千葉木選手2点シュートが決まりました。日本にとってはこうやって来てもらった方がいいんで、そうですね、千秋さん、その中が空いてそこに入ってくればっていうことですよね。さあ、このホイッスル、逆に韓国はリズム壊しましたね。そうですね、はい、韓国チーム12番チョ・スイヒョン選手のファウルです。韓国チーム前半1回目のタイムアウトです。韓国のタイムアウト、流れが日本の方に少し向いてきましたね。そうですね、先ほどの時間帯でちょっと変わってきましたね。多分タイムアウトを取って、多分レースを修正していくと思います、ね。はい、そうですね、韓国はですね、はい、ちょうど日本がリズムに乗り切るかなというところで、タイムアウトですね。そうですね、うまく上手ですね。はい、はい、このハンのヘッドコーチも、私がシドニーのヘッドコーチにしてるときに、彼は選手だったんですよ。あ、そうですか、はい、で、あのガードの名プレーヤーで、やっぱゲームを作るのがすごい上手なんですね、はい、それからもあのよくあのゲームを把握してますね。なるほど、展開を読んでということ で、はい、うまくタイムアウトを取りました。さあ、日本としても流れが来かかっているだけに、これを崩さないようにしたいですね。そうですね。さあ、第2ピリオド残り7分、日本チームのスローインで試合再開です。さあ、石川から安が中に入ってきた、シュート決まりました。シュートですね。日本の13番ヤス選手2点シュートが決まりました。今のいい連携でしたね。こういったカットインがすごく必要なんですね。はい、これでリズム乗ると思います。ドンスクのシュート、韓国チーム10番オ・ドンスク選手2点シュートが決まり、現在8得点目です。韓国10番オ・ドンソク選手2점슛する8득점제입니다。ここにクロスしてノーマークを作るんですね、はい、さあ、安から藤本、はい、決まりました。藤本選手の2点シュートが決まりました。日本チーム15番藤本選手2点シュートが決まり、現在9得点目です。日本15番藤本選手2점슛する9득점제입니다。スンヒョン、千秋がマークについている。このシュート外れた、リバウンド日本、しっかりリバウンド取れてますね。はい、そこからの展開がすごく早いですね。はい、はい、ここはファウル。韓国チーム13番韓国チーム13番ペクサンハ選手1回目のファウルです。韓国13番ペクサンハ選手첫번째ファウルです。さあ、点差を広げるチャンス。あと、ここまたホイッスル、トラベリングですね。あと3回こぎましたね。はい、日本チームトラベリングバイオレーションによる韓国チームのスローインに変わります。一度に2回のプッシュまで許されているんですね、車輪は。多分引いてプッシュしたのが2回と見なされたんです、はい、あ、なるほど。それでもうワンプッシュしましたので、はいはい、で3回ということになってしまったんですね、はい、日本チーム6番石川選手1回目のファウルです。日本6番石川選手첫번째ファウルです。ドンスク
このシュート外れた。日本チームの勝利です。やはり韓国引いてきますね。はい、そうですね、はい、さあここは日本どうする。左サイドヤス、中の藤本、惜しい、リバウンド韓国。キム・ホヨンボールを持った、ドルビア上がる、自ら狙ってきた、シュートいいシュートですね。はい、うまいですね。韓国チーム4番キム・ホヨン選手、手が長いですね。シュートが決まり、現在10得点目です。韓国4番キム・ホヨン選手、彼もシドニーがもうずっとやってますね。あ、そうですか。さあ石川からヤス、どうする、狙ってきた、遠目、おお決まりました。いいシュートでしたね。これは綺麗なシュート。ヤス選手、はい、2点シュートが決まり、現在4得点目です。綺麗なアーチでしたね。はい、日本13番ヤス選手2점슛으로4득점制입니다。しかし韓国を入れ返す。韓国チーム4番キム・ホヨン選手、2点シュートが決まり、現在12得点目です。韓国4番キム・ホヨン選手2점슛으로12득점制。あっと、これボール奪われた。オドンスクからとキム・チョルスのシュート外れた。ちょっとディフェンス崩れてますね。はい、あ、ここから波に塗って、はい、確実に決めていきたいですね。ヤスが持ち込んで、そしてチワキ、OK、日本チーム12番チワキ選手2点シュートを決め、現在4得点目です。日本12番チワキ選手2점슛으로4득점制입니다。さあここしっかり守りたい。キム・チョルス、トスリターン、下げた、オドンスク外れました。この選手もスリーポイントが得意な選手です。はい、遠目から狙っていきます。さあここどうする、ペクサンハ、一旦左に、オドンスク、リバウンド取りました。はい、はい、この接触がありました。韓国チーム11番、韓国チーム11番イ・ユンジュ選手、1回目のファウルです。韓国11番イ・ユンジュ選手、첫번째ファウル입니다。選手変わりますね。はい、さあここで選手の交代です。はい、豊島と永田入れてきますね。千脇と石川と交代です。日本チーム選手のボール運びにちょっと難がありますよね。はい、その辺の修正ですね。はい、さあ流れ日本に持ってくれるか。藤本からヤス、もう一回藤本、行くぞ、はい、入りました。いいシュートでした。日本チーム15番藤本選手、2点シュートを決め、現在11得点目です。日本シュート藤本選手、2点シュートする高い、そうですね。さあこれで日本が29点、韓国が26点、第2クォーター3分を切っています。さあ3点リードですね。このあたりでちょっとしっかり守って流れを持っていきたいですね。そうですね、ここがポイントですね。はい、オドンスク動きながら、さあここからの展開ですね、はい、日本がボールを渡っていきます。はい、藤本上がっていきます。藤本選手かわしていきますね。右サイドから逆に振った、ヤス、
さあシュートブロック惜しい、惜しかったですね。はい、韓国チームのスローインです。ここで決めるとリズム乗るんですけどね。そうですね、惜しかったです。点差3点です。残り2分第2ピリオド。イユンジュ、ペクサンハ、キムチョルス、イユンジュ打ってきた。24秒オーバーチャイムより日本チームのスローインに変わります。さあバックピークかけてますね。はい、ここはチャンスです。はい、藤本狙ってくるか。ゴール下から、はい、決まりました。日本チーム15番藤本選手2点シュートを決め、現在13得点目です。4番15番藤本さん、逆にバックピックかけてますね。はい、前からプレッシャーかけます。ここはキム・ホヨン決めてきた。逆にやられましたね。はい、韓国チーム4番取られたら取り返すといったところ、2点シュートを決め、現在14得点目です。さあこれでまた3点差。キム・ホヨン選手2점슛으로15득점制입니다。さあここでなんとかもう少し引き離したいところですね。そうです、チャンスです。はい、藤本ゴールした。はい、決めた、決まりました。日本チーム15番藤本選手2点シュートを決め、現在15得点目です。韓国のディフェンスが甘くなってますね。はい、ですね。日本藤本選手2点シュートを15得点目です。第2クォーター残りは3です。ここは突き放すチャンスです。はい、さあ韓国どうする。おっとボール割った、チャンスです。はい、これ行きましょう。ちょっとボール持ちすぎですね。韓国チーム13番ペクサンハ選手2回目のファウルです。韓国13番ペクサンハ選手2番째ファウルです。さあ今度はどうする。残り30秒切った、ね、はい、イヤス狙ってる、決まった。いいシュートです。はい、綺麗ですね。日本チーム13番ヤス選手2点シュートを決め、現在6得点目です。ここはチャンスですね。はい、もう1本ですね。2점슛으로6득점制입니다。さあ前からプレスをかける日本。やられました。はい、ボール通った。9番キムチョルス、あとシュート失敗。もう1本外れますね。うわー、あと最後の最後で決められました。ユンジュ選手2点シュートが決まりました。韓国11番ユンジュ選手1点決まりました。日本の展開でしたね最後。そうですね、はい、流れは完全に来てますね。来てますね。前半終了です。さあこれで第1、第2クォーターと終了しまして、前半が終了しました。日本が35点、韓国チームが30点ということです。さあ前半の戦いいかがでしたでしょうか。そうですね、お互いいろんなディフェンスを試しながらやっているというのが見えました。はい、はい、でそれに、まあどういうふうに対応するかというところで、メンバーチェンジしながらいろいろやってましたけども、はい、なかなかリズムに乗り切れなかったという部分があるんですが、最後になってやっとリズムに乗り切れたという感じですね。はい、そうですね。はい、ということで、まあ、このままですね、後半も波に乗って頑張ってもらいたいですね。さてこの時間は日本対韓国の様子をお送りしておりますが、いろんなですねスロー VTR やその他にもグライドカムというカメラを使ってですね、今日は毘沙門塾塾長でいらっしゃいます西村さんにいろんな角度からいろんなシーンを撮っていただいております。はい、現在もですね、今ちょうどこの映像ですね。はい、この映像がグライドカムの映像となっています。ちょうど私たちが映っているんですけれども、はい、これバランス機構でカメラの水平バランスを取ることが手持ち の安定器スタビライザーなんですよね。手持ちの、ね、カメラというと普通、はい、手ぶれですごい、そうなんですよ、見れない映像だと思うんですけど、はい、それがしっかりと支えられていて、これで、ね、いろんな細かい角度から撮れるようになっていますね。はい、こういった、ね、グライドカムを合わせた映像でこの後もお楽しみいただきたいと思います。
さて今日はですね、いろんな映像とともに今日は音楽もかけております。先ほども聞いていただきましたが、この後もお聞きいただきたいと思います。世界選手権大会ゴールドカップのテーマソングに使われておりましたウェイクアップヒーローという曲をお聞きください。
岡県北九州市北九州市立総合体育館より国際車椅子バスケットボール大会をお送りしています。福岡県北九州市北九州市立종합체육관에서국제휠체어농구대회를보내드리고있습니다。さてこの時間は3位決定戦日本対韓国の戦いです。さあ間もなく後半戦がスタートしますが、現在日本が35点、韓国が30点ということですね。韓国チームのスローインで、さあ早速韓国チームのスローインでスタートです。さあスタートしましたが、このメンバーいかがでしょうか。そうですね、ベストのメンバーだと思います。はい、オドンスク早速決めてきました。韓国チーム10番オドンスク選手、2点シュートを決め現在10得点目です。この後半の出発でオドンスク選手突き放しにかかってると思います ね、 そうですね、はい、さあとボール奪われた日本。こういうパスミスはもうリズム崩すんですよね、はい、崩すんですね。でまたこれが点数につながるとね、そういうことなんですね。ここもディフェンスを頑張らないとダメですね。はい、キムホヨン、キムジナム、ちょうどスンヒョンにボールが当たった。これは決めてきた。韓国チーム12番チョスンヒョン選手、2点シュートを決め現在4得点目です。韓国12番チョスンヒョン選手、2점슛으로4득점제입니다。さあ日本どうする。香西が3狙ってきた。これ決まらない。ちょっとディフェンスが崩れてますね。はい、そうですね。チェックも甘いですね。日本チーム15番藤本選手、1回目のファールです。日本15番藤本選手、첫번째ファウルです。ちょっと立ち上がりリズムが乱れてる感じですね、日本。そうですね、パスミスからリズム崩しましたね。はい、ジョスンヒョン1本目。今回日本はパスミスがちょっと目立ちますので、今後の本当に課題ですね。はい、2本目外れました。リバウンド。韓国チーム12番チョン・スンヒョン選手、フリースローを1本決め現在5得点目です。はい、韓国12番チョ・スンヒョン選手、자유투입장으로から中に出た。지금5得点目、はい、決まりました。日本チーム12番千脇選手、2点シュートを決め現在6得点目です。日本12番千脇選手、2점슛으로6得점制입니다。さあここからのディフェンス重要です。いいボール回しですね。はい、韓国パスコムリズムはシュート入るんですね。韓国チーム14番キム・ジナム選手、パスリズムで本当にシュートは入るんですよ。そうですね、韓国14番キム・ジナム選手、2점슛으로4득점制입니다。逆に日本はやっぱりボールをちょっと持ちすぎて、はい、いう感がありますので、なかなかシュートリズムに乗れないと、はい、うん、もうちょっとパスワークが大事ですね。藤本狙ってきた。リバウンド韓国。オドンスク狙ってくるか。一旦キムホヨンからチョスンヒョン、オドンスク、ここからパスはちょっと日本のディフェンスがちょっと下がりすぎてますから、はい、トップからの、切れ込みがもうどっちも出てきちゃうんですね。トップからのカットインばっかりですよね、今。はい、ちょっと低いんですね、ディフェンスが、もう少し高い位置でディフェンスしたいと、ね、ボールプレッシャーかけた方がいいと思いますね。
さあここで1本決めた日本。さあスリーポイントですね。藤本スリーポイント、あそこの角度は得意です、はい、ナイススリー。3点シュートを決め現在18得点目。前半も1本ありましたね。日本15番藤本さん13점슛으로18득점제입니다。おかしいですね。すごい。オールドワンスク。韓国チーム10番をドンスク選手3点シュートを決め現在13得点目です。韓国10番オドンソク選手3점슛으로13득점제입니다。韓国チーム4番、お互いいいところが出てますね。そうですね、はい、現在同点です。40対40。さあどうする藤井、インサイド香西、あっとカットした韓国、それを藤本追う、キム・ホヨン、そしてオドンスク、決まってしまいました。ちょっとボール持ちすぎですね。チーム10番オドンスク選手2点シュートを決め現在15得点。そうですね、10番オドンソク選手2점슛으로15득점제입니다。レフェリータイムアウトです。香西が狙ってきた。日本チーム7番香西選手2点シュートを決め現在8得点目です。日本7番香西選手2点シュートを8得点目です。バックピックですね。はい。これチャンスなんですね。キム・ホヨンシュート決めた。韓国チーム4番キム・ホヨン選手2点シュートを決め現在16得点目です。はい。もうボールを出す前にチェックしなきゃいけないんですね、はい、そのチェックがちょっと甘いものですから簡単に入れられちゃうんですね、はい、すぐに返しましたね、はい、日本チーム7番香西選手香西頑張ってますね、はい、そうですね、現在10得点目です。なんとかしないでますね。日本チーム7番香西選手2점슛으로10득점제입니다。現在同点です。44対44。また打たれましたね。はい、決まりました。いやー、本当に低いんです。韓国チーム10番をドンスク選手3点シュートが決まり現在18得点目です。あそこは彼入りますから。いや本当に決めてきますね、はい、韓国10番オドンソク選手3点シュート18得点目です。チワキシュートが展開が早くなってきましたね。そうですね、この展開が早ければ日本のものですね、第3ピリオド5分を切っています。日本チーム12番千秋選手2点シュートを決め現在8得点目です。日本チーム12番千秋選手2点シュートを決め現在8得点目です。選手交代ですね。5番の永田選手6番の石川選手が入りました。日本チーム4番藤井選手11番豊島選手に変わりまして、これ早い展開できると思います、はい、永田選手石川選手が入ります。ドリブルで持ち込む、左に流れた、次、はい、右サイド千葉、次が来る、その奥に香西、センター藤本から香西フリーで惜しい、リバウンド取りました。レフェリータイムアウトです。ファウルをアピールしてますね、はい、さあ日本のスローインから石川のスローインから、さあ香西今度はどうする。藤本、さあここで
中に入ってきた。口座に渡ってシュート惜しい。惜しい。リバウンド日本取った。奪い返してシュート。シュート。ナイスプレー。日本チームの7番コーター選手2点シュートが決まり、現在12得点目です。今のよく頑張りました。日本チームの選手2点シュートする12得点目です。打たれますよ。ここ打ってきた。これ外れた。ラッキーですね。はい。あそこからバンバン狙ってきますね。チェックするべきですね。あそこやっぱプレッシャーにいってないと簡単に打たれちゃいますよね。そうですね。さあここで藤本選手ですね、車輪を変えるようですね。日本選手はタイヤトラブルが多いです ね、 多いですね。今回特に多いですね。多分あの体重ですかね。まあエースですから当たりが厳しいということももちろんあるんでしょうけれどもね。そうですね、想像以上に厳しいんですよ、藤本選手も頑張っている。そして車椅子も頑張ってます ね、 そうですね、藤本選手あのパワーもそこにありますからね。そうですね、はい、さあ日本のオフェンスとホイッスル。韓国チーム12番チョ・スイヒョン選手3回目のファウルです。韓国12番チョ・スイヒョン選手3番째ファウルです。韓国は分かってますね、はい、そこで3ポイントを。香西から豊島、この最後のパスが大事なんですね、はい、そうですね。日本チーム24秒オーバータイムに韓国チームのスローインに変わります。特に車椅子バスケットはローポインターが低い球をボールを取るのが苦手なんですね、でああいった低いボールだとどうしても次のプレーができないんですね、はい、結果シュートまで持っていくのはちょっと難しいということですよね、はい。選手の交代です。韓国チーム12番チョ・スイヒョン選手に代わりまして11番イ・ユンジュ選手が入ります。さあキム・ホヨン遠目狙ってきた。こチャンスです。はい、いきます。永田、そして石川ゴール下から、あ、こう打たない。香西アントパスは通らない。ちょっともったいない。ちょっと弱気でした ね、 ね、彼得意なんですけどね、相手は、はい、さあ香西が切れ込んだところでホイッスル。ファールもらいに行きましたね、韓国チーム14番キムジナム選手。韓国チーム14番キムジナム選手1回目のファールです。韓国14番キムジナム選手첫번째ファールです。日本チームはファウルが少ないですね。そうですね、逆に当たりが弱いってこともあるんですね、で多分カナダもオーストラリアももっと激しく当たっていくと思うんですよね、はい、見てるとすごいですね。もうファウル気味でこう突き当たってますから、はい、そういう激しさが必要なんですね、そうですね、はい、まあ、見習う部分もあるというところですね、はい。打ってきた。惜しい。ナイスリバウンド。永田、香西、ここから打ってきた。シュート決まりました。日本チーム7番香西選手2点シュートを決め、現在14得点目です。日本7番香西選手2点シュートを14得点目です。さあパスを回しています。あいちゃいましたね、はい、オドンスクのシュート。彼今日調子いいですね。そうですね、韓国チーム10番オ・ドンスク選手の2点シュートが決まり、現在20得点目です。韓国10番オ・ドンサク選手2点シュート、惜しいですね。あれが決まるとまた波に乗っていきそうですけどね。
現在日本が50点、韓国が49点。今熱頑張ってますから、はい、レフェリータイムアウトです。オドンスクゴーも狙ってきた。今日は遠くから狙いに来ますね。そうですね。さあここは決めたい日本。東西打ってきた、そこに外れた。リバウンド韓国。第3クォーター1本切りました。キムチョルス、藤本もマークに行く。ホイッスル。タウンが逆でしたね。韓国チーム9番、はい、キムチョルス選手のオフェンスファールです。韓国チーム9番、キムチョルス選手、韓国9番、キムチョルス選手、攻撃者ファウルです。さあ藤本から、韓国前からオフェンスに行ってます。ディフェンスに行ってます。あっとこれはノーカウント。韓国チーム10番オ・ドンスク選手、2回目のファールです。韓国チーム10番オ・ドンスク選手、2番手ファウルです。ここは2本決めたいですね。はい、外れた。まあ、こういうところでリズムが乗り切れないんですね。そうですね。今大会このファーストがなかなか入らないんですよね。そうですね。ここで入るとね、2本目より1本目ですよね。はい、あっと2本目外れた。珍しいですね。こんな日本選手見たことないですね。はい、さあそして韓国の速攻、キムホヨン、シュートが逆転。キムホヨン選手、韓国チーム4番キムホヨン選手、2点シュートを決め、現在18得点目です。韓国4番キムホヨン選手、2点シュートを18得点目。さあ10秒切りました。日本チームのスローインです。さあ最後ここなんとかシュート持っていきたいですね。いい形で終わりたいです。はい、藤本から香西、長田打てるか。おお、ナイスですね。ナイスです。長田選手、2点シュートを決め、4得点目です。第3クォーター終了です。よく最後決めました。日本チームいい盛り上がりがました、ね。いい盛り上がった感じで終わりました ね、 第3クォーターが終了しました。現在日本が52点、韓国が51点と、まあ、第1、第2、第3ピリオド全てこう接戦というか。そうですね、今回あの大会は接戦が多いですね。そうですね、ブロック大会もすごい接戦が多かったですね。全日本ブロック先発の方も接戦が多かったですか。そうですね、私あの前回優勝の東海グループとやった時も延長戦でした。延長戦、はい、大変でしたでしょ。延長戦はそうですね、すごい盛り上がった試合で、で近畿も確か、2点差ぐらいで勝っていて、ね、はい、じゃあもうどこが勝ってもおかしくないような状態だったわけですね。はい、まあ、その中勝ち抜いたということで本当にすごかったですね、関東ブロック。ね、さあ最終クォーターどんな戦いになって、ね、どんなメンバーを選んでくるんでしょうか。やはり、オフェンスもやっぱりパスでリズムを作るっていうところをやらないとなかなか多分リズムに乗り切れないと思います。こういった展開は多分続くと思います。はい、で韓国は少しそういうところは見えたんですが、継続できてないですね。はい、でここはディフェンスでしっかりプレッシャーかけて、速攻でリズムを作りたいと思いますね。はい、
最後にね第3ピリオドいい形で終わりましたので、はい、最終クォーターも新平ジャパンしっかりと波に乗って頑張っていただきたいですね。日本チームのスローインで第4クォーターの開始です。さあ早速打ってきましたが惜しくも外れました。韓国チームのスローインです。また打たれましたね。はい、おお3本目ですね。はい、また決まりました。韓国チーム10番をドンスク選手3点シュートを決まり、現在23得点目です。韓国チームのドンスク選手3点シュート23得点目です。さあ豊島から香西、もう一遍豊島狙ってきた、決まりました。日本チーム11番豊島選手2点シュートが決まりました。日本11番豊島選手2得点入りました。さあ現在同点です、54対54。また狙ってきましたね。おドンスク選手怖いですね。ちょっと狙いすぎですさあ激しい韓国ディフェンス、それをかいくぐって香西から豊島、スーパーナイスパス。日本チーム11番豊島選手2点シュートを決め、現在4得点目です。いや厳しいマークからよくパス出しました。ナイスパスですね。はい、確実に点を上げています。さあここをどうする、イユンジュ、そして中ペクサンハ決めました。韓国チーム13番ペクサンハ選手2点シュートを決め、現在4得点目です。韓国13番ペクサンハ選手2点シュートを決めました。さあまた同点に戻されてしまいましたね。さあ香西からおっとパスが流れた。韓国チームのスローインです。さあオドンスク、ここはキムチョルスからイユンジュ、韓国チーム11番イユンジュ選手2点シュートを決め、現在4得点目です。韓国11番イユンジュ選手2점슛으로4득점째입니다。韓国2点リード、日本確実に決めていきたいところ、しかしディフェンスが厳しい。ここはミスマッチです。あっと惜しい、ここはほとんど入るシュートなんですよね。珍しいですね、多分パスのリズムが悪いんですね。はい、現在2点差、韓国がリード。韓国いいように回してますよね。はい、キムチョルスからオドンスク、ここを狙うか、ここはチャンスですね。はい、パス、ディフェンス頑張りましたね。韓国チーム24秒オーバータイムで日本チームのスローインに変わります。さあ前からディフェンス来る韓国、激しいですね。はい、韓国チーム11番イユンジュ選手2回目のファウルです。韓国11番イユンジュ選手두번째ファウル입니다。
なかなかリズムに乗り切れない、ね、そうですね、まあ、このタイムアウトをいいように使ってこれからですねどうしていくかっていうのが話し合われるんでしょうね。そうですね、スタメンで、ええ、ここで突き放そうと思って出したのがうまくいかないんですね、はい、もうそこの確認だと思いますね、ええ、多分プレーを確認して、はい、しっかり自分たちのプレーをしろというところでやってると思いますね、ええ、さあ一方韓国もねかなりもう点得点も決まってますしシュートも ねすごくリズムよく、ええ、ゲームを運んでると思います、はい、パスもすごく綺麗に通ってますよね。そうですね、ちゃんと打てるところで打ってますね、はい、日本はちょっと苦しいところで打ってるっていう。そうですね、はい、3位決定戦日本対韓国、ただいま日本が56点、韓国が58点です。最終クォーター残り6分30秒あります。さあ香西から藤本、ここから決めてきた、決まりました。日本チーム15番藤本選手2点シュートを決め現在20得点目です。日本15番藤本選手2점슛으로20득점째입니다。キモホヨンからペクサンハ、まあ、いいですね、そして、はい、リズムがいいですね、ま、中に入ってラインショット、リズムいいですね。韓国チーム10番ロンドン選手2点シュートが決まり現在25得点目です。ロンドンパラリンピックのアジア予選が、はい、韓国のシーソーゲームで、はい、同点でずっと最終まで行ったんですね、はいはい、同じような展開だと思います、あ、なるほど。再び2点差、今回7番の、キム選手、これがロンドンのエースなんですね、イタリアでプレーしてまして、日程での関係で今日来れなかったんですね。ただ彼がいた時に、その予選で、1点差で日本が勝ってて、最終的にファウルして2、はい、ツーショットだったんですね、で落として2本落として日本が勝ったって。あ、そうだったんですか、はい、これ決めました藤本。日本チーム15番藤本選手2点シュートが決まり現在22得点目です。日本15番藤本選手2점슛으로22득점째입니다。ここはチャンスですね、はい、現在同点です。韓国チーム後半1回目のタイムアウトです。今度は韓国がタイムアウトを取りました。あ、いいとこで取りましたね、はい、またちょっと乗りかかってるところで上手ですね。そうですね、いやでも残り最終クォーターあと5分ありますから、ここでしっかりと現在同点ですからね、先ほどから同点1点差とか2点差とかですもんね。うん、で韓国も力つけてきましたね。韓国はソウルのチーム と、チェジュの、はい、チェジュ島でしたっけ、 あそこのチームが、もう双璧であるんですね。あ、そうですか。でこの監督はソウルの監督なんですね、で選手の中心はチェジュの選手みたいで、この2つが大体トップ2らしいんですよ。あ、そうですか、ね、これほとんど半分プロの選手です。なるほど、うん、でバスケットお給料もらってるらしいですよ。日本チームそうなんですね。さあスタートしました。さあ豊島から藤本、中には入れさせないという韓国、しかし香西決まりました。日本チーム7番香西選手の2点シュートが決まり現在16得点目です。日本7番香西選手2点シュートで16得点目です。さあ日本2点リード、この点差大事ですね、はい、
ここをしっかり守って次の攻撃につなげたい。キム・ホヨンからチョ・スンヒョン、キム・ホヨン飛び上がってきた、決まった。韓国チーム4番キム・ホヨン選手の2点シュートが決まり、現在20得点目です。韓国4番キム・ホヨン選手2点シュートが決まり、このままそうですね、はい、なかなかそれぞれ自分のペースにさせまいという、そうですね、4チームのスローインです、はい、同点が続きますね。62対62です。ゲームとしては本当に面白いですけどね、最高ですね、はい、さあ香西どうする、透明から3決まった、日本チーム7番香西選手のスリーポイントシュートが決まり、現在19得点目です。またここも3ですかね、はい、逆に狙ってくるか、いや来ますよ、あこれは入ってきました、はい、キムジョンからナイスカットですね、はい、よくブロックしてます、いいディフェンスを見せました日本。キム・ジナムからキム・ホヨン、さあ打ってきます、オドンスク、ここは決まらない、今ちょっと低かったですね、はい、でもやっぱり狙ってきますね外から、ね、そうですね、ここは一本欲しいですね。香西センター豊島、香西これはホイッスルが鳴りました。韓国チーム10番オ・ドンスク選手3回目のファールです。韓国10番オ・ドンスク選手3番目ファールです。韓国チームはファールの数がかなり増えてきましたね。ここのシュートは大事ですね。そうですね、このプレーとリズム乗ります、はい、ナッシュ、これ大きいですね、はい、なんか一気にいきそうですね。そうですね、もう一本決まれば5点差になります。はい、はい、決まりました。日本チーム気持ちが楽になると思います。そうですね、フリースローを2本決め、現在21得点目です。日本中盤逆に韓国の選手は多分焦ってくると思います。そうですね、ここに来てこの点差、5点差、フリースロー大きな大きな2点決めました。この点差大きい、あ、はい、あっとこれ、これは大きな、はい、ちょっと簡単の中に入られてしまいましたね。韓国チーム10番をドンスク選手の2点シュートが決まり、現在27得点目です。さあこれで再び3点差、韓国10番オドンソク選手2点シュート27得点目です。残り3分、香西豊島のパスワーク、藤本、ここ入った、ああ、惜しい。これで入ればまた違ったんですけどね。さあ、ここは韓国どうする。キム・ジナムからキム・ホヨン。イユン、あっと、これは外れた。さあ、そこ。香西のシュートが決まりました。日本チーム7番香西選手の2点シュートが決まり、現在23得点目です。日本中盤香西選手1点シュート23得点目。最終クォーター2分を切りました。オドンスク、だいぶ確率が、はい、低くなりましたね、はい、まあ、焦りと疲れでしょうかね。そうですね、韓国チーム12番チョ・スンヒョン選手の2点シュートが決まり、現在7得点目です。韓国12番チョ・スンヒョン選手2点シュート7得点目です。さあ点差広げたい、香西、藤本、あっと取られてしまいました、キャッチミス、これは見てない、オドンスク中に入ってくる、
キムジナム決めた。いやー出過ぎてなかったですね。キムジナム選手の2点シュートが決まり現在6得点目です。ちょっと防ぎましたね。ちょっと簡単に入られちゃいましたね。ジャンプ選手をゆっくり下がりすぎでしたね、はい、これでまた1点差。これは面白くなりそうですね。そうですね、時間もあと1分と6秒しかないですし、なんかドキドキしてきます。いやゲームとして本当に面白い展開です、先ほどからねもう観客席から頑張れとか、ね、シュートが入りそうになったちっちゃい子たちのダメダメっていう声がねすごい元気いっぱいに伝わってきて、本当に観客の方たちもね楽しんでいらっしゃるようですね。緊張感のある試合で、そうですね、はい、でも韓国も本当によく、攻めてますね。そうですね、はい、綺麗な攻め方ですね、必ずノーマークを作ってシュートしてますから、はい、気づいたらこうゴール下にいるというか、そうですね、こうすぐ入ってるっていう感じが、ね、するんですよね。パスミスも少ないですね。そうですね、はい、やっぱりこうパスがね日本に比べるとやっぱりうまく通っていてすっと流れてるような気がします、ね、日本チームのスローインで試合再開です。逆に日本は子がやっぱり結構動けるんでね、まあ、そういうなりがちなんですね、はい、さあ残り1分どういう攻撃を見せるか。あっとホイッスル。55秒ですか、はい、日本チーム12番千秋選手の1回目のファウルです。日本12番千秋選手첫번째ファウルです。ここはなんとか攻撃を防ぎたいですね。もうタイムアウト取れませんので、はい、そうですね。ジョスインヒョンのシュートアセルでリバウンド日本、はい、この1本決めれば勝ちです、はい、おっとホイッスル。韓国チーム10番オ・ドンスク選手のファウル。韓国チーム10番オ・ドンスク選手の4回目のファウルです。ここはもう狙ってファウルに来ましたかね。そうですね、ファウルゲームですね、はい、韓国チーム後半2回目のタイムアウトです。ただ香西選手ですから、ね、多分日本決めてくれると思います、はい、さあ時間も残り35秒、うん、現在日本が69点、韓国が68点とこの1点差、最後までこう目が離せない状態になってきましたね。これは韓国のコーチがどういう指示してるかですね。そうですね、はい、はい、今日本のボールですから、しかもツーショットですので、はい、これ日本決めればかなり有利ですね。そうですね、はい、そうすると多分おそらくスリーポイントを狙ってくるでしょう。そうですね、はい、最後の力を振り絞って、そうです、得意な場所から狙ってくるんでしょうね、はい、10番の選手のチェックですね、はい、多分そういう指示はしてると思います。そうですね、はい、日本チームのスローインから試合再開です。あ、スローインですか、まあ、大丈夫ですね。スローインですね、はい、あ、4つですね、はい、ファールが。さあ香西どうする、一旦藤井、そして香西に戻す、かわしてシュート決まりました。日本チーム7番香西選手の2点シュートが決まり現在25得点目です。あそこをどうチェックするかね、多分当たっていくと思います、はい、後半3回目のタイムアウトです。ツーショットは OK です、現在日本が71点、韓国が68点ということで時間は残り19秒です。でもこの19秒何が起こるかわからないですからね。スリー狙いでいってですね、はい、多分ここがチェックすると思います。そうですね、でツーショットはした後の、多分ファールゲームになると思います、はいはい、さあ日本ただファール4つですから、そうですね、どうなるか、そうですね、もうすぐに、そういう指示はしてると思いますね、はい、
さ時間になりました、ね、日本韓国ともにどんな指示を受けてみんなコートに入ってきたんでしょうか。多分誰にファウルするかも、多分決めてると思います、はいはい、やっぱりね、スリープウッドラインでみんな守ってますね、はい、韓国チームのスローインで試合再開です。さあどうする、これエースです、チョソンヒョン、これ外れた、これ勝ちです、はい、まあ、一番シュート力のあるジム選手ですよね、おそらく決めてくれると思います。4回目のファウルです。13番ペクサンハ選手、4番手パウリンだ。さあ残り14秒というところでフリースロー藤本選手です。ナイスシュート、この一歩大きいですね、はい、あっと外れ、日本チーム15番藤本選手、この一歩大きいですよ、フリースロー1本決め、現在23得点目です。時間動いてますか、はい、15番藤本選手射撃1점으로23득점째입니다。レフェリータイムアウトです。残り時間もほとんどありません。もう3点もね、1点ありますので、はい、そうですね、はい、最後韓国狙ってきた3、試合終了しました。さあ国際車椅子バスケットボール大会3位決定戦、日本対韓国の試合は見事日本が勝利しました。日本が72点、韓国が68点でした。さあこの試合もう最後までハラハラドキドキでしたが、見応えのある試合でした、はい、振り返ってみていかがでしたか。そうですね、お互いいいところも出たり悪いところも出て、まあ、課題が明確になった試合だなと、はい、でこれに来週からのアジア予選に向けていってほしいなと思います、はい、そうですね、国際車椅子バスケットボール大会日本チーム対韓国チームの試合はご覧の通り72対68で日本チームの勝利となりました。両チームの健闘立て盛大な拍手をお願いいたします。観客席もかなり盛り上がってますね、ただいまの試合結果により日本チームのさらに得点いたしました。本日は国際車椅子バスケットボール大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ見事新兵ジャパンの勝利ということで、及川さんの笑顔もしっかりと見ることができました。そうですね、ほっとしたでしょう。ねえ、はい、もう最後まで、ね、1点差が続きましたので、はい、かなり厳しい戦いだったんじゃないでしょうか。そうですね、前の試合が、1点差でしたっけ。そうですね、カナダと、はい、だからちょっと疲労が残ってたかもしれないですね。そうですね、はい、そんな、ね、厳しい戦いの後3位決定戦もしっかりと戦って勝ち抜いてくれました、はい、で今大会で日本は本当に一歩成長したなっていう、はいはい、まさに今チーム作りの真っ最中というところですけどね。カナダの1点差というのはすごく大きくて、今回も、まあ、勝ち切ったというところもすごく大きい試合でしたね、はい、いろんな、ね、自信にもつながったじゃないですかね。さあここで勝利を収めました新兵ジャパン及川さんの勝利監督インタビューです。会場の皆さん、ではここで勝利監督インタビューです。
この放送の模様はユーストリーム、そして JR 小倉駅のジャムビジョンで放映されていました。それでは今大会見事3位になりました日本チームヘッドコーチの及川慎平さんです。監督、3位おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今の気持ちいかがですか？いや、新しい日本代表のチームを作って、多分半分以上がルーキーだったりっていう中で、本当にいいチームが作れて、まあ、オーストラリア、ロンドンの金メダルのカナダと銀メダルのオーストラリアとかなりいい試合ができたことと、まあ、韓国に2勝できたってことは、いや、本当に素晴らしい成果だったと思います。今大会全体的に振り返ってみていかがですか？そうですね、本当に新しいチームを作ってさ、どういう結果が出てくるかっていうのはもう楽しみでもあり、すごい不安でもあったところなんですけども、本当に選手たちは僕が予想した以上にプレーをしっかりやってくれてですね、それが結果につながっていったっていう、このプロセスは本当にある意味満足しています。日本チームの新たな課題は見つかりましたか？そうですね、まあ、本気になって世界 そのトップレベルに、戦いを挑んでいいんだなというのは僕自身も確認できたし、今のままではいけないことも確認できたし、これからまた世界選手権の予選にタイに向かっていくんですけども、ここからまたステップアップして、やっぱり世界選手権のチケットを取れるように、本当の勝負をかけたいなと思います。新兵ジャパンの次の新たな目標を聞かせてください。そうですね、来年の世界選手権、まず世界選手権のチケットをこの後、来週から行われる世界選手権予選、タイの予選でチケットを取るということが何しろ、僕の目標でありし、チームの目標であり、それから、来年の世界選手権、7月の世界選手権、韓国で行われるんですけども、そこで、まあ、7位、6位、5位、こういったところに食い込んでいくというのが、目標です。新兵ジャパンのさらなるご活躍を記念しております。今日は本当におめでとうございます。以上、見事3位になりました日本チームヘッドコーチの及川慎平さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。インタビュアーは真鍋聖羅さんでした。さて、小滝さん、まあ、今新兵ジャパンの及川さんのコメントもお聞きいただいたと思うんですが、まあ、教え子でもあるということで、まあ、特別な思いもあるんじゃないですか？同じこと言ってましたよね。はい、もう本当に小滝さんがおっしゃってたことをそのまま言っていてですね、もうなんかこう師弟関係というか、もう絆がしっかり確認はできたんですけれども、これから新兵ジャパンに頑張ってほしいこととかありますか？本当にサポートしていきたいと思います、はい、小滝さん自身これから頑張っていきたいこととかありますか？新兵が行き詰まると相談に行くんですよ。あ、そうなんですね。ご飯食べながら乗ってるんですけど、はい、うちも近いんですよ。あ、はい、そうなんですね、はい、なるほどですね。じゃあこれからもしっかりと、はい、お互い支えながら、はい、車椅子バスケットボール、はい、広めていってください。今日はありがとうございました。この時間は元日本代表男子車椅子バスケットボールチームヘッドコーチ、そして関東ブロック先発ヘッドコーチでいらっしゃいます小滝治さんに解説をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はライブメディア協議会、北九州市立大学地域創生学群の協力で、動画ジャパンのライブシェルプロを使ってお送りしました。九州市立대학지역학생들의협력으로노가자판라이프쉐프로를사용하여보내드렸습니다。この後午後2時から国際大会決勝戦を皆さんにはご覧いただきます。お楽しみください。白のユニフォームはカナダ。